氷になりたいです。氷これ初めて聞いた。これをピリピリに破るっていうのがやばい。カラオケのお箱は行かない、カラオケ。こんばんは、友永美和です。さあ、ということで今回はマネージャーさんからの100問100答やっていきたいと思います。あ、100問考えてくださったんですか？ネットから拾い集めました。さっき聞いたら80問って言ってたから大丈夫かなって思ったんですけど、ありがとうございます。はい、やったことないので100問100答、すごい長くなっちゃいそうなんですけど、ぜひ最後まで見てください。早速いきますね。お願いします。誕生日と年齢。すごい。こんなとこからです。誕生日、1998年5月17日生まれ、25歳です。はい、出身はどこでしょうか？福岡県出身です。血液型は O 型です。趣味は？趣味は最近は料理をすることが趣味です。長所は？うわー、一番難しい。この辺が長所なんだろう。ニコニコしてる。愛嬌とか。愛嬌、愛嬌っていいですね。ですね。使わせていただこう、これから。お願いします。はい。じゃあ短所は？短所は、うわー、ダメなとこですもんね。なんかいっぱいありすぎて、すぐ泣いちゃうところ。あー。ですね。じゃあ好きな食べ物は？パンが好きです。もう一生小麦を摂取して生きていきたいと思うぐらいパンが大好きです。で、好きな曲は？でもやっぱ HKT の時にいただいた曲はすごい大切だなと思うので、メロンジュースと桜みんなで食べたが好きです。生まれ変わるならもう人間でも動物でも何でも何になりたいですか？氷になりたいです。氷？初めて聞いた。あの、溶けてなくなる、はい、じゃないですか、はい、あれってどういう気持ちなんだろうっていう。あ、あんまり刺さってなさそうですけど。でもずっと思うんですよ、氷になってみたいって。冷凍庫でカッチカチに固められたかと思えば、はい、出されて水注がれて溶けていくあの気持ち、確かにちょっとなってみたいなと思います。わかりました。今ハマっているものは？ハマってるもの、パン作りにハマってます。作ってるんですね。最近パン作りました、久しぶりに。すごい。フォカッチャ作りました。あ、めっちゃ上手にできました。自画自賛。自画自賛、初めてにしては上出来だったと思います。じゃあ好きな動物は？犬が好きです。はい、じゃあ一番得意だった教科は？いつの話？これだった教科、うわー、記憶にないけど、でも計算が好きで、今はもうできないですけど、その当時は計算をいかに早くできるかっていうのを、なんかクラスの早い人と競って、なんかめっちゃ出して書いてみたいなのをやってました。じゃあ算数、数学、算数、でももう中学生1年生の話だからさ、あ、もう分かんないけど。はい、はい、もし一つ願いが叶うとしたら？うわー、やっぱ飼ってる愛犬が幸せに健康に長生きしてくれればそれでいいって思ってるので、それをお願いしたいです。インドア派、アウトドア派？インドア派です。絶対にですね。じゃあ夏と冬どっちが好きですか？冬が好きです。じゃあ今一番行きたい場所は？海外に行ってみたいです。仕事でしか海外に行ったことがないので、プライベートで旅行でなんかもう何も考えずに海外に行きたいと思ってます。今の職業をやってなかったら何になってた、なりたかった？難しいですね、はい、何になりたかったかな。でもなんか人前に出る仕事はしたかったですか？いや、したいと思ってなかったんですよ、はい、でも気づいたんです。なんかそんな将来の夢とか、はい、結構現実的に見える前に HKT に入ってるから、中学2年生で。確かに。だから想像もつかないけど、でもなんかスタイリストさんになりたいなとかは小学生の頃思ったりしてました。じゃあやっぱそういう
ファッション系、うんうん、好きでしたね。じゃあ何フェチ？腕フェチ？あ、匂いフェチ？匂いか二の腕、あ、二の腕じゃない、何ここ、腕？腕の筋？あー、血管みたいな感じ。そう、良くないですか？わかります。いいですよね、女の子も男の子も。え、女の子も？うん、好き。へー、だなと思います。はいはい生まれ変わったら男か女かどっちになりたい？は、男の子になってみたいです。へー、なんでですか？男の子のアイドルやりたい。あー、確かに。だってずっとできるくないですか？確かに、寿命ないですよね。そうなんですよ、女の子限られてるけど、男性ずっとできるイメージだから。やっぱでもアイドルなんですね。確かにね本当ですね、アイドルは好きなんですね、うん、やっぱり。好きですね。じゃあ癖はありますか？髪触るの癖。あー、なんか YouTube をやりだして、また自分の動作とかやっぱ見るようになるじゃないですか、はいはい、めっちゃこうやって髪触るなって思う、この辺とか。確かに、やめた方がいいってすごい反省してるところ。じゃあ口癖。口癖はなんかってめっちゃ言ってます。あー、確かに言ってるイメージあるかも。そうですよね、はい、だから YouTube で自分で編集するときはめっちゃ切ってます。そのなんかとか、なんか、まあ、めっちゃとかも多くて、あー、まあ、うるさいってなっちゃうから気をつけてるんだけど出ちゃいますね。なるほど、うん、じゃあカラオケのお箱は？行かない、カラオケまさかの行かない。え、最後行ったのいつですか？いや、もう本当に記憶がない、多分行ってない。え、あんまり好きじゃない、うん、好きじゃないです。あー、え、そうなんですね歌うのはあんまり得意じゃない。もっとアイドルなのに。じゃあ米かパンか、どっちかしか食べれない？パン食べます。へえ、そのぐらい。じゃあ30年後、50代、うん、住むなら都会か田舎？田舎。福岡帰りたいです。福岡の田舎、うん、ですか？なんか糸島とか。ああ、いいですね。ここに住みたいですね。東京はなんか働く場所って。確かに20代30代ぐらいでいっぱいかも、うん、もう引き上げたよと40歳ぐらいになったら、うん、はい、思い出の場所は？思い出の場所、え、福岡じゃないですか？あ、やっぱり、まあ、ずっといましたもんね。うん、じゃあ得意料理は？いや、卵焼きです。じゃあ座右の銘は？座右の銘って心に決めてること？なんか大事にしてる言葉みたいな、うん、あー、なんだろう、いつでも笑顔とか小学生だな。いつでも笑顔。いつでも笑顔大事ですね。うん、大切、はい、ニコニコしていこう、はい、じゃあスマホの待ち受け画面は？あ、見ますか？お願いします。あ、じゃん、タルトくん。タルトです。かわいいなんか今何個か設定できるじゃないですか。はいはいはい、もうタルトだらけです。あ、もう全部、はい、日によって変えてますバリエーション多めで、はい、じゃあ一番テンション上がるときはどんなとき？タルトとドッグランとかに行ったらめっちゃテンション上がってます。走るし追いかけ回すし。もうミオさんも走るんですか？走ります。ただって言ったタルトがちょっと陰キャ気味で。陰キャ気味やばい犬界隈にもあるんですか？あるんですよ、陽キャ陰キャが。ちょっと端っこをこう何匂ってばっかりで参加しないから、はいはい、犬がいるとこに連れてって、はい、遊んでおいでっていう、よくやってます。じゃあ好きなお酒は？最近は赤ワインが好きです。おお、大人。はい、じゃあテストはコツコツタイプか一夜漬けタイプか？あ、記憶を遡るとコツコツタイプです。おお、すごい、地道にやっていくタイプですね。よく使うアプリは？インスタですよね。はい、じゃあストレス解消法は？ストレス解消法はまあ、タルトと戯れるのが一番だけど、そのいない時、慣れてる時はひたすら紙にガーって書くんですよ、思ってることとかを。それをビリビリに破るっていうのがやばい。その細かく破るんですよ。あー、ぐしゃぐしゃ見えなくなるまで。そう、ちっちゃく破って、はい、それを見るっていうのがストレス解消方法。これちょっと怖めでした。一番やばい時の。あー、もう一番溜まってる時、はい。じゃあ、うん、尊敬してる人は？小島春菜さんです。じゃあ子供の頃はどんな子でした？どんな子だったんだろう。
なんか人見知りとか。あんま聞いたことないけど。友達多かったですか？いや、多くなかったです。小学校とか。の、もう仲いい子だけで遊んでたんですか？そうですね。幼稚園の頃からの親友がいながら、そのことばっかり。じゃあ、ディズニー派？ USJ 派？ディズニー派です。USJ とか行きます、はい、行くことあります？仕事でしか行ったことがなくて。ですよね、うん、なんか博多と東京にいたらわざわざ行かないんですか？あんま行かないですね。じゃあポジティブ、ネガティブ？ネガティブです。, 笑顔で。そんなはっきり言わないように来てください。めちゃめちゃネガティブです。じゃあ明日世界が終わるとしたら何しますか？うん、家族に会いに行きますですね、うん、やっぱりこれは。じゃあ好きなコンビニは？うわー、迷うね。何を食べるかとかにもよるけど、ご飯系だったらセブンに行くことが多いです。美味しいですね。美味しい。お魚とかはセブンのチンするやつが好きです。じゃあよく使う LINE スタンプは？は、よく差し込みます、ね、そうですね、これです。よく使います。よくあのマキちゃんに送ってるやつ。 あれですね。承知しました。かわいい、かわいい女の子の、ね、あれよく使います。自分を動物に例えると？なんだろう、何言えます？あ、でもコアラってよく言われます。もうずっと。コアラってどんな特徴？多分ずっと寝てるからだと思うんだけど。コアラっぽいってめっちゃ言われます。あ、じゃあ過去に戻れるならいつに戻りたいですか？うわー、どこに戻ろう。あ、でも14歳の頃に戻りたい。デビューぐらいに戻りたいです。はい。戻って何しますか？今のこの知能とか考えがあるまま戻れるなら、もっとアイドル活動をいい感じにできる。なんかやっぱ子供の頃だったから何も分からず入ったから、確かにこう、ね、うまくできないこともいっぱいだったので、今はこのまま入れるならもっといけそうだなって。なるほど。思います。上に上がれそう。うんうん。じゃあ人生で一番高い買い物？何買った？でもバッグとかな気がします。まだなんか3桁とかはしてないですか？してないですね。じゃあこれから、はい、頑張ります。じゃあ人生で一番楽しかったことは？楽しかったことは何が楽しかったか、でもなんか普通の暮らしみたいなのはすごく幸せを感じるなって大人になって思うんですけど、なんか14とかの頃はあんま家にいれなかったから、家族との思い出が7年間ほぼないですよ。なのでこう卒業してから普通に家族でご飯食べたりとか出かけたりとか話してる期間がすごい幸せだなと。子供の頃にいないのってなかなかですよね。なんかたまに家族と話してて分からない話がある時、兄弟がいるので、はい、こうだったよねみたいな話になると、わ知らないって思うとちょっと苦しくなったりします。逃げない時間大切です。じゃあ人生で一番泣いたこと？うわ、いっぱいある。いっぱいある。一番大泣きしたこと？うわ、でもやっぱ総選挙かな。あ、総選挙。嬉し泣きって？いや、悔し泣き。あ、で一回過呼吸に なったのか、なりかけたぐらいの時があって、時が一番。じゃあ一番泣いたのは悔しかった時？悔しかった時。じゃあ好きなドラマ？好きなドラマ、最近韓国ドラマにハマってるから。嬉しそうだよ。録音してる。ペントハウスが本当に面白くて、めっちゃあれに上がってきます、上に。あ、そうですよね。見てないですけど、もうあれ見たら廃人化しますよ。100話あるから、もう、うん、で入り込んじゃうから、もうおかしくなる、人間不信になっちゃいます、その期間。じゃあ聞き上手、うん、話し上手？聞き上手の方だと思います。今欲しいものは？あ、お仕事したいです。切実。何でも、なんか今すごい仕事モード。そう、ね、自分がいろいろやりたい、そうそう、ことがいっぱいあるから、いろんな、うんうん、お願いします。お願いします。お待ちしてます。じゃあ黒歴史は？あ、でもなんかアイドル時代にやっぱぽよぽよしてる時期があったんですね。なんか成長期とストレスとみたいなので、ぷよぷよしてた時期はちょっと消したいなって思います。一旦忘れたいなって思います。じゃあ次、朝型、夜型？夜型です。
ですね、はい、イメージあります。夜更かし今ので、ね、はい、半分いきました。おー